はい、今日はルチアーノです。ルチアーノはですね、ドア、旗でから前転ガブリエル、これが僕が出せるおそらく最高の火力なんですよね。それなりに使い勝手が良くて、なおかつ最大の火力が出せる組み合わせがこれなので、一応あのガードには弱いねんけど、まあそもそもガンナーやから別にそんなガード張ってるやつを殴り合う必要もないし、殴り合いたいけど、まあとりあえずいいかということで、ルチアーノはこれにしてあります。確かこれで攻撃力が900を超えるはずなので、補正がかかったら1200ぐらいあるんじゃうかな。火力十分でしょ。十分っていうか、ルチアーノが1200で殴ってきたら死ぬでしょ普通。なのでこれで油断して近づいてきた相手をボコボコにする作戦です。相手にもルチアーノいるな、これ警戒やな。あとは問題となりそうなのは当たりくんかな。とりあえずこっちも足遅いし、当たりが C 行くと予想して僕はビートルに行きましょう。で、マリアが足遅いから A 取ってくれるよね。で C の取り合いになるやろうから、これは手伝いに行ってあげるべきか。ここ手伝ってあげれば、それあーガード張ってる、無理、そういうの無理。よし、こっちの方が全然張ったのが遅いから、おー待ってくれた、ナイス。じゃあドノは俺が倒すわ、任してくれ。おい、こういうことですよ、この彼。あー当たりくん、あ、謝ってる、気にせんといて、気にするなって入れとこ。よし、とりあえずここの拠点広くしてゲージを貯めつつにするか。敵は結構来てるか、来そう、あれ来そうかな。ちょっとアタッカー一人だけやったらかわいそうかな。マリアっていうのがいいよね。でも先制攻撃打てるもんね、ルチアノもそうやけど、ここって結局はこんだけ完全制圧された状態から取り戻そうと思ったら、ヒーロースキル打つかガードを先に打つかセンターだから、いててててて突き刺さった、結構飛んだわ。よしよし、人数有利やし、まあいけるのでは。とりあえずルチアノにはヒーロースキルを打っていただきたい。ルチアノがヒーロースキルさえ打ってしまえば、もうあとはこっちのあたりくんもドットモンスター出したし、いい感じちゃうか。僕ヒーロースキルあともうちょっとやから、これ貯めたいねんな。貯め、あでもヒドットモンスターか、まずいかも、まずいかも、あくそガードギリ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 切れるかもと思ったけど、今割られたんかな。いやーまずいな、真ん中行ってヒーロースキル使ってもいいけど、あー当たりくん死んだ。これは飛びましょうか、飛びを飛ぼう。これで飛んでからヒーロースキルし、飛び先間違えたいや、こっちすっとこ、こっちを気持ちすっといて、で来て飛びに来てキャンセル食らった時に、あやってしまいましたいや、足早い当たりくんあたりが走って止めに来るやろうから止まった時にヒーロースキルで迎撃しようと思ってたんですけど贅沢にヒーロースキル使われてしまった、しまった。あ、でも取ってくれた、取ってくれた、取ってくれた。ほら俺がすったポータル無駄になってないやん。こういうことですよ僕の作戦、まあ、僕のヒーロースキルこのままと腐りそうですけど、あ腐った、僕のヒーロースキルが腐ることが確定しました、ありがとうございましたはあ、まあ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 、作戦で負けて試合に勝ったからね、よかった、うん、よかったよかった。やっぱ当たりは強いな、頼れる当たりマジで強いよな。よし、まあ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  S7、S8 ぐらいまでは行きたいなぐらいの感じで頑張ります。